文書公授とは、古代中国の信頼に発生した、思想弾圧事件。文書は、書を燃やすこと、公授とは、儒者を公に生き埋めにするを意味する。式、旗畑はじめ公本義によると、始皇三34年、博士順越は、軍権制に反対し、古ニシエの封建制を主張した。上将の李氏は、儒者たちが古ニシエによって、体制を批判していると指摘し、この弾圧を堅議した。 始皇帝は、この権威を入れて、医薬、牧税、農事以外の書物の所有を禁じた、教書率を制定した。これにより、民間人が所持していた、書教、司教、書士百科の書物は、ことごとく軍の軍主、軍上に提出させ、焼き払うことが命じられた。また、李氏は、旗の鹿によるものを除いたべての支書も燃やすべきで、あると主張し、 各諸派によって書かれた書物は、地域の官僚に処分をするよう命令が出された。儒教の経典である六教のうちの学系はこの時失われ、元代に五教として確立された。翌212年、路政や公政といった奉仕や儒者が、始皇帝は独裁者で刑罰を乱発していると、非難して逃亡したため、官陽の奉仕や儒者460人余りを生き埋めにし虐殺した。 ただし、その後も真に仕えた呪者はおり、陳将、五皇の乱が起きた際に二世皇帝子外が呪者のシクソンに諮問している。紀元前206年、漢の皇祖劉法が真を滅ぼしたが、依然として、教書率は現行法であり、その後、京帝四年11月になって、ようやく廃止された。また、和編には昭王にして、 教書を政策として採用すべきだと議論しており、理史の独創ではなく、戦国末期には放課によって提案されていた政策だった。後世に露人は、家督奮書移動論において、ナチスドイツの奮書と比較して、奮書工事は、進歩的な行為だったと主張している。また文化大革命時には、非輪機行運動において、毛沢東が、奮書、工事を正当化する監視を鋭じたが、 あとに、中国共産党の公式見解の一つとされる、赤官、コンパル・アキラ、文化大革命監視では、系の監視を、表面的には、歴史学者の学術書に対して、反対意見を述べているように見えるが、政治闘争の必要から書かれたものであると述べている。随の牛広氏は、随来までの歴朝の書物の最悪の筆頭に、文書、工事を挙げている。 死皇帝の噴書新末の大毛打倒の判乱による国家蔵書の消失後干末の三国定律に至る動乱による国家蔵書の三一制新末の栄華の乱の動乱による国家蔵書の三一両末の求み門が正義軍に包囲された公領場で自らの手で国朝の蔵書に火を放ったことによる三一ただし政策上の理由から書物が最悪を被ったのは 始皇帝の噴書のみであり、残り四つはいずれも、王朝末期の混乱によるもの。漢助刑帝刑四年、三月講師、皇帝官、斜天下、昇法令暴利民者、助教処律、藩彦、和氏編、昇君卿、旗高君連、十五、節津家座の杉、藩主書、しかも妙暴令、最主門の受け自粛下野老、金、有学部の民、しかも健康千の氏。 旗野仕皇帝その評価東方書店、1975年245から249ページ額、不誤者、書通りに取り的に、鳥山、上古寺判定蔵書的地方毎日登場。ありがとうございます。